こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はリアル店舗の仕入れとかね、あるいはスカイプ相談で、スマホを使ってスカイプを、することがあります。そんな時のために、まだスマホでスカイプ入ってないよという方のためにですね、どういう手順でやるか、スカイプのヘルプページの写しです。まあ、ヘルプページ見ていただいてもいいんですけど、まあ、要は、このアプリを手に入れる入り口をクリックしていただいてですね、で、携帯で、使うと。で、この iPhone のアプリをダウンロードというところを、クリックしてダウンロードしてください。で、Skype 入れれば、あとは、パソコンでやってる時と同じやり方で、Skype ができます。また、もしわからない場合はですね、ここでわかんなくなりましたというので、画面キャプチャを送って、ご相談していただければ、その先の画面キャプチャを送ってですね、こういう画面ありませんかと。あるいは、スカイプでナビして、こういう操作をしてくださいというような形で、スマホでスカイプ使えるようにします。で、もしもね、ダメだ、わからんという方は、電話番号、日本の国内通話の通話料金で電話できる電話番号を用意してありますので、そちらに電話していただいても構いません。何しろ、仕入れの時ですね、あらかじめ時間決めといて、店舗に行って、仕入れる商品を相談する、あるいは、全然見つからないんでどうやって見つけたらいいか、相談すると、まあ、このサービス使ってもらうと、全然仕入れの、スピードがアップしますし、仕入れのコツをそれで掴んだという方は結構いらっしゃいますのでですね、お気軽に、仕入れのナビ、スカイプナビをご利用ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。